はい、フライボです。今日は朝から雨の中永遠の運動会に行ってきました。ぐちょぐちょです。終わりまして、疲れてましたけど、釣りは別腹ですので、ここ、住吉港に来てます。お供は今日かけっこで3位だった不思議ちゃんです。ちなみに三女も3位です。ではですね、夕まずめ、ちょこっとですね、天野で何とか1本取りたいと思います。頑張ります。向こうから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15隻停約してます。でこちら側も2隻予約してますので、ほとんど釣り場がないです。今日は雨が降ってたので、場所が空いてましてよかったです。なんとか今日1本取りたいと思います。このまま放置はかわいそうですよね。ここにもですね、海に返してあげましょうよね。あ、ここにも、今日は早朝からの雨で結構濁ってますので、ちょっと厳しいですね。今日はとりあえず濁りがありますので、ケミホタルの、イエローの25と、ラトルスティックの25、このバージョンで今やってます。なあ、これじゃなかったもん、どうせ一休み。はい、それやばめちゃん、ギリギリ指4本ですね。いいだ、待て待て、お前たちにもこいつをこいつに90センチ、まあありますね。はい、ですね。今まだ6時半ですね。この時間に来ますね。ゲットです。今1本釣れたんですけど、5メーターぐらいの、足元よりちょっと先ぐらいで、いきなり食ってきました。それからね、何とかしてるんですけど、続けてやっぱり来ないですね。同じポイントをね、集中的に攻めたいんですけど、同じポイントに、個体がいないんですよね。ばらけてるというかですね、点々とタチウオがこういるという感じですね。だからポイントを絞るんではなくて、広範囲にキャストして、拾い釣りをするという感じでやった方がいいかもしれませんね。いつもとりあえず1本は行くんですけど、それからが行かないですよね。もう地合いはないですよね。ポンポンポンとタイミングが合えば釣れるという感じですね。サイズはでかいんですけどね。指
3本ぐらいでいいですから、カツ釣りたいですね。はい、案の定、今日もまたワンバイトだけで終わりました。やはり、個体数が少ないんですよね。なんとか1本取れてますけど、これはちょっと厳しい状況ですけど、まあ少ないチャンスをねものにできてますので、よしと考えて次に頑張っていきたいと思います。とりあえず今日は疲れました。明日も頑張ります。二人はもう爆睡してます。では、最悪の雨です。グラウンドはこのような状態でぐちょぐちょです。